Hallo und Skate over playing like a dragon infinite wealth. We're in chapter 4 in the ghetto. We're in the Barracuda's hideout. And we're exploring, continuing the main story. Hey. You guys are probably tired out. I say rest up first. Chatta. So that. そうね。じゃあ一つずつ行きましょうか。私は茜さんの家に週4日通って料理や掃除をしてた。だけど10日くらい前、そっか、もう12日前か、茜さんが突然いなくなったの。12日前。事前に何か聞かされなかったのか。ええ、その日いつも通り家に行ったらドアに鍵がかかってて、中には誰もいなかった。茜さんが急用で出かけたのかと思ったんだけど、次の日もその次の日も彼女は帰ってこなかった。警察には届けたのか？いえ、実はね、ハワイ州は留学生のアルバイトが禁止されてるの。警察に届けたら不法就労がバレるかもって思って。じゃあ俺が茜さん家に行った時にはとっくに茜さんは姿を消してたのか。なのにあんたはあの家で何してたんだ？茜さんから最後のお給料をもらえてなくてね。それも1ヶ月分丸々だから、それをもらいに入ったの。お金の保管場所も玄関マットの下にスペアキーがあるってことも茜さんから教わってたし、そこに偶然春日さん、あなたが来たってわけ。ならなんであの時正直に言ってくれなかったんだよ。こんな事情を説明して誰が信じるっていうのよ。まあ確かにな。警察に突き出されたら終わりよ。不法侵入に窃盗罪だから、何が何でもあなたを追い出す必要があったの。それで俺にしこたま酒を飲ませてピーチに転がしたのか？そういうこと。だからって何も身ぐるみ剥ぐことねえだろう。俺は逮捕されて無所に行きかけたんだぞ。それが狙いだもの。結果的にあなたは自分のことに精一杯で私どころじゃなくなったでしょ。えげつねえことするな。じゃあなんで第五地区に潜り込んだんだ？それは。なんだよ、黙るなよ。これから言うこと誰にも言わないって約束してくれる？約束しろだ？どこまで涼しいんだよ。分かった、約束する。おい春日、千歳ちゃんにはめられたこととこの子に守りたい秘密があるってことは別々で考えようぜ。今は事情を知ることが先決だ。だろ？んだよ、お前にそう言われると部外者の俺は何も言えねえよ。部外者じゃねえよ。ありがとな富澤。ってことで約束は守る。話聞かせてくれるか？分かった。本当に誰にも漏らさないでよね。ええ、口の硬さだけおやすさんに褒められてたんだい。ん？まあいいよ。第五地区に逃げようとしたのはね、うちの実家が関係してるの。実家？日本のかい？富士宮って知ってる？いや知らねえな。おい、富士宮って言ったら旧財閥系の名家だ。やっぱり知ってるよね。春日さんみたいな人ばかりだったらよかったんだけど。そりゃ気の毒に。で、私はその富士宮家の長女なの。今のところ跡取りの筆頭候補。つまりとびきりの箱入り娘ってわけか。簡単に言ってくれるね。でもまあそういうこと。
名家なんて言えば聞こえはいいけど、実際のところは富士宮っていう看板を守るためならどんなことでもする狂った人たちの集まりよ。看板を守るか、ヤクザと似てなくもねえな。春日さんの口から私のことが警察に伝わって、もし家にバイトのこととかがバレたら、そう思ったら私怖くて。第五地区がヤバい場所だってことは知ってた。でもここに潜り込めさえすれば身分を隠せて警察も手が出せないってことも聞いてたから、だから春日さんを酔いつぶした後すぐに第五地区に逃げ込むことを決めたの。入るにはパスポートがいるっていうのも噂で聞いたことがあったから。なあ、俺の身ぐるみを剥いだのはパスポートを取りたかったって理由もあったのか。そういうこと。なるほどな。必死だったの。こう見えて結構後悔してるのよ。それにしてもよ、お前がそんないいとこのお嬢さんなら、たかがバイト代1ヶ月分なんてもらえなくても放っておきゃよかったじゃねえか。実家からいくらでも仕送りなんてもらえるだろう。あのね、金持ちが金持ちになる理由って何だと思う？知らねえよ。ケチだからよ。Now we just need to figure out what the Barakuras want with her. No. Ah. あんたが春日をはめた経緯までは分かった。なら、次はあんたがバラクーダに追われている現状について話を聞きたい。こんなところに私みたいなのが入ってくるっていうのは珍しかったらしくてね。第五地区に入ってすぐここのボスのところに連れて行かれたの。ボスってバラクーダのボスかよ。そうで、会ってみたらなんか気に入られちゃって。まんざらでもねえ面しやがって。それで私ボスのアジトに囲われることになったの。囲われるって？まあその後何が起こるかは想像つくでしょ。私も家に知られるよりはマシ、そう思って覚悟決めてたんだけど、拍子抜けでね、何も手を出されなくて。その気にまだならないだけかもしれないけど。反応しづれえよ。部屋をあてがわれたんだけど、そんなわけで退屈でさ、部屋から出るなって言われてたんだけど、こっそり抜け出して探索したのよ。そしたらボスの書斎にこれを見つけたの。これ、アカネさん？これにはアカネさんの基本的な情報が書かれてる。住所や電話番号、身長や顔の特徴。おい、この資料ヤマイも持ってたぞ。そういや、ヤマイもアカネさんを探してたな。どういうこって、なんでマフィア連中がこぞって茜さんを狙ってんだ？わからない。だけどこの資料を見つけたのは書斎のゴミ箱の中よ。つまりこの資料は用済みになったってことでしょ。それってすでにバラクーダが茜さんを見つけたってことじゃない？それで私、もしかしたら茜さんが近くに捕らえられてるかもって思ったの。だからこっそりこの地下のいろんな場所を探ったの。けど途中で手下に見つかっちゃって、今や裏切り者として追われる身ってわけ。無茶しやがる。でも春日さんたちと合流できてよかった。あなたたちも追われてるんだし協力しない？出口までのルートは案内できる。春日さんたちはボディーガード担当ってことで。勝手に話進めんじゃねえ春日。お前がどうしようが俺は行くぜ。バラクーダのボスにこれまでのけじめつけに来たんだからな。ローマンがくたばった以上、キリュウさん、お前が決めろ。よし、けど出口じゃねえ。話聞いてた？何？この人の事情に合わせるってこと？ちげえよ、アカネさんは俺のお袋かもしれねえんだ。だから放っておけねえ。戻るのが怖えなら道順だけでも教えてくれねえか。本気で言ってん？ああ。
私だって茜さんを心配してる。茜さんが雇ってくれなかったらとっくに私ホームレスになってた。じゃあとはいえ死んだら元も子もないから。オーケーだ、よろしく頼むぜ。何それ。千歳だからちーちゃんだよ。春日さんってモテないでしょ。なんでわかるんだよ。まあいいわ、よろしくね一番。じゃあついてきて。春日、そんな面すんなって。力貸してくれ。はあ、気分が乗ってきたぜ。ちーちゃん。Unfortunately, I'm not really the damsel in distress type. I'm pretty quick on my feet, you know. Trust me, I won't hold you back.I'm gonna school you! さっさと始めようぜ。よし。どうした？さっさと来い。手加減はなしだ。ついてこれるか。しゃあ！来ない。シャバもしまいだ。ぶちかます。受けてみな。行くぜ行くぜ。もらった。あらよっと。俺たち強すぎだろ。調子だぜ。Flip the security system. Looks like those lasers mean business. Yo. Pay attention to how they're moving. Okay, the rest of the items are in storage, so I don't have anything else with me. つけるよ、カスガ。そんな調子じゃ身が持たねえぞ。下手に立ち止まると危険だ。タイミングを測って一気に抜けろ。あっ、アイテム。
いけるじゃん。うん、いいね。I had a you want. なんでもできそうな気が。I had a you want.I'll bury you! やんのか、この野郎。よし。Do your worst! やんのか、どうして腰抜き野郎が。はぁ、あ、調子出てきたぞ。ついてこれるか。Bring it up! Bring it up!ほら来いよ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。次か次か。上昇上昇。上昇張り切っていこう。さて、うん、ガーッ。やんのか、この野郎。私の出番ね。Do your worst. 覚悟。Do your worst. スネーク。Back off. こっちから。うりち。行くぜ行くぜ。行くぜ。放電準備しろ。しびれな。調子出てきたぞ。ついてこれるか。何？来ない。やめろ。よし。悪くない気です。開けてみるか。やったぜ。
うまいね。やんのかこの野郎。よーし。やっ。行くぜ行くぜ。さてと。You think I'm stupid? Well, さっさと来い。もらった。放電準備。しびれな。ガンガン行くぜ。はあ、調子で手数がいるな。ビビってんのか。やるぜ。やるぞ。私の出番ね。スイッヒュッエッショー。いい調子だぜ。セキュリティエリアは抜けたみたいね。ちょうど一息つけそうな場所だな。少し休んでこうぜ。ここは例のショッピングセンターバラクーダのアジトに案内してくれるんじゃなかったのかよ。だから案内してるじゃない。目の前のランウェイ、あの奥にアジトにつながるエレベーターがあるの。そんなところに。今なら連中もいなさそうだ。一気に突っ切ろう。体が軽いな。A warm welcome to our impromptu guests. Now let's get this show on the road. First up, we got an all-access look at our newest collection. And it's not just hot, it's to die for. So, 最悪なファッションショーだぜ。人を見せ物にしやがって。さっさと片付けるぞ。ほら来いよ。どうした？はぁ、見とれちゃいな。おー、I like that。 ぶちかます。 You want some of this? 相手してやる。受けてみな。ガツンと行くぜ。行くぜ行くぜ行くぜ。放電準備しろよ。 Up next, a special treat just for you. Our prized autumn winter line. よし。覚悟。釘付けにしてる。 Oh, I like that. 調子がいいぜ。さっさと来い。 It works. もらった。食らいやがれ。 Do your worst. ガンガン行くぜ。 Do your worst. 受けてみな。 Do your worst. 調子出てきたぞ。 Sure.
And now the grand finale. Put your hands together for our top model extraordinaire. Showtime's over, boys and girls. Say your prayers. 私の出番ね。行くぜ。うっ、取れ。手加減はなしだ。手数がいるな。ここ。ぶちかます。ほら来いよ。ガツンと行くぜ。吸収が早いのよね。乗って。どこに続いてんだ。ついてからのお楽しみよ。なんだここは。クリスタルアロハだ。クリスタルアロハ。クリスタルアロハリゾートホテル、ハワイ一の高級ホテルだよここ。え驚いたでしょ。創業100年を誇る老舗ホテルよ。客室は500以上。最上階からはビーチとダイヤモンドヘッドが一望できる。いわばハワイの顔ってところね。まさかあの地下がこんなところにつながってたなんてよ。私も最初は信じられなかったわ。あなたたちも見たでしょ。地下で競売に参加してる身なりのいい連中。連中はこっちのルートを使ってるってわけ。ああ、そういうことだったのか。バラクーダのボスはこん中に住んでんのか。そう、最上階をフロアごと貸し切ってアジトにしてるの。そこにはバラクーダの幹部やえりすぐりの用心棒も控えてるわ。アカネさんが捕らえられているとすれば最上階で間違いないと思う。ただしこのエレベーターで上がれるのはここまで。この先は別のエレベーターに乗り換えるのか。ええ、ここを出た先に一般客用のエレベーターがあるわ。ついてきて。 SCN! Hey! It's them! The guys who are stirring up shit underground! マジ? Hey yo! Hey yo! Man, fuck that! Don't let any of these assholes leave! 突っ切るぞ! 正面突破だ! Try me! 後悔するなよ! よし! いつでもいいぞ! ビビってんのか? 覚悟!おりゃん。どうした。ぶちかます。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。調子がいいぜ。行くぜ。放電準備。しびれな。調子出てきて手数がいるな。私の出番ね。いい調子だぜ。
ける気しないよ。Hold up!There's no running now! 戦闘準備完了!私の出番ね! Hold up now! 調子出てきたぜ。 Shit!気合い入れるか。この奥に一般客用のエレベーターがあるの。15階まではそれで登りましょう。オーケー、頼りにしてるぜ、ちーちゃん。ねえ、少しは疑ったりしないわけ？何をだ？私の言ってることによ。実は私がボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているとか考えないわけ？バラクーダのボスに囲われてるって話はしたでしょ。実際私は一度一番を騙して身ぐるみ剥いでるわけだし、そのエレベーターの中にマシンガンを持った連中が待ち構えてるかもしれないわよ。まあそん時はそん時だ、なんとかするって。はあ、いいんだよ、ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果に文句は言わねえよ。どうした、ちーちゃん。ごめん、道間違えた。え、ここら辺似たような構造だから勘違いしちゃった。本当はこっち、早く。おう、おい、今度は行き止まりじゃねえか。そう思うでしょう。うわ、隠し通路か。地下のレーザーといい、こいつといい、バラクーダって連中は随分用心深いんだな。それくらいじゃないとハワイの裏社会で生きてはいけないわ。さあ行きましょう。私の出番ね。ほら来いよ。どうした、いつでもいいぜ。はっ、うん、手加減はなしだ。手数がいるな。叩き潰す。
消え。They're trying to guess us. Guess they're not messing around anymore. You can't stay in here too long. Let's make this quick. やんのかこの野郎。くそ、立ってるだけで体力が削られちまう。早いとこ片付けて部屋を出るしかねえな。何？手数がいるな。なんとかやっか。いつでもどうぞ。もらった。放電準備。しびれな。ガンガン行くぜ。ほら。うわ。あち、あち。嘘ったらごめんね。やっはっ。えい。そこら中ガスでいっぱいね。走れカズが、もたもたしてるとあっという間にあの雪だ。お調子出てきたな。戦闘準備完了。気が乗らないな。You want some or not? やっ！手数がいるな。相手してあげる。ぶちかます。Come on。受けてみな。ガツンと行くぜ。さっさと来い。くそ、上がらねえ。行くぜ。勝負しろよ。いい調子だぜ。ちょっときついかな。お、ここから先にガスは漏れてねえようだな。開けてみるか。開いたぜ。この扉の先がスイートルーム。いよいよボスとご対面ね。
連中の親玉だ。どうせろくなやつじゃねえ。今のうちにしっかり準備しておこうぜ。どうだ、実に美しい景色だろう。だが100年前までこの辺りは見渡す限りのタロイモ畑だった。当時のハワイは農業くらいしか産業のない島でな。それを白人の資本家が作り変えた。畑を潰しカリフォルニアから運んだ白い砂を敷き詰め、そして著名な建築家を使っていくつものホテルを打ち立てた。今目の前に広がるこの光景は偽りの作り物というわけだ。何が言いてんだ。偽物は時として本物以上の価値を持つということだよ、春日一番さ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。俺の名前をご存知とは光栄だ。日本人にはひときわリスペクトを抱いていてな。100年ほど前、私の祖国には多くの日本人が移民にやってきた。彼らのおかげで農地が耕され、国が栄えたんだ。なるほどな。しかしここまでたどり着くとは驚きだ。と言ってもお前に驚いてるわけじゃない。私が驚いてるのはそこの女にだ。私を裏切るとは大した度胸だ。ごめんね一番。私ボスの書斎を漁ってたら手下に見つかって逃げたって言ったでしょ。あれ嘘。本当はその場で捕まっちゃったの。だがそこへ春日、お前ら侵入者の知らせだ。私は千歳に選択肢を与えた。ここで私に殺されるか。仕事？さっき言ったでしょ、ボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているって。あれだが、どこで気が変わったのか。そいつは本来誘導するルートを途中で変えた。結果まんまとお前たちはここへたどり着いてしまったというわけだ。そうか、あのエレベーターの時か。あ、道間違えたって言ってたあれか。一応聞いておこうか。春日さんたちに着く方が私にとって都合がいいって思っただけよ。だってこの人すごいバカだから。こんな考えに裏表がない人初めて見た。あんたの命令聞いたところでこのまま生かされるかなんて分かったもんじゃないけど、春日さんの言うことは信用できる。だって人の裏書くなんて頭持ってないもの。言ってくれるぜ。なるほどな。さあね。やれやれ、富士宮家からこんなおてんばが生まれるとは。親御さんもさぞ気苦労が絶えないことだろうよ。知らないとでも思ったか。日本の名家なんて当然の知識だ。それに最初に見た時から、だからいずれ利用できると踏んで春日たちを死に追いやるよう命じという席を追ってくれればよりコントロールしやすく。それはまあいいだろう。心配するな。実家を絞れるだけ絞り取るための材料に使わせてもらう。このゲス野郎。さっきは褒めてくれてありがとうよ。相変わらずね、一番。言っただろ、じいちゃんを信じるって決めたのは俺なんだ。ほんとバカよね、あんた。おしゃべりはそこまでだ。いや、俺の要件がまだ終わっちゃいねえ。ドワイトさんよ、2012年10月7日に起きた強盗事件を覚えてるか。
被害者はナウテの不動産会社社長コニー田中。取引先に向かう途中のハイヤが襲われ現金でいっぱいのカバンが奪われた事件だ。その事件がどうかしたかね。大した証拠もないまま犯人に仕立て上げられたのが俺だ。ああ、お前がそうだったのか。その説はどうもありがとう。認めるんだな。ローマンを使っててめえんとこの罪を俺にかぶせたって。さあどうだろうな。ドワイトさんよ、俺からも聞きてえことがある。あんた、アカネって女の人を探してただろ。もしかしたらあんたはもうアカネさんを見つけてるんじゃねえのか。お前らに残された道は一つだけだ。速やかにこのフロアから出ること。生ゴミになった状態でな。これは私の故郷でマチェテと呼ばれているナイフだ。国の男たちはこれ一本で何だってやってのける。ジャングルを切り開き動物を仕留める。ハワイじゃ開きを作るのにもってこいだ。上等だ。 Today I'm going to give you boys a live demonstration. Time to bleed! やっ、それさんはここにいるのか。た、
確かに我々は彼女を探している。だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。それは知らんのだ。知らねえで探してんのかよ。正確に言えば彼女を探すよう依頼があった。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ。それも不明だ。だが依頼主は私のアドレスに直接依頼を投げてきた。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。怪しいか。乗らない理由はない。クソ、なんかねえのか。アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんでその言葉は信用できるぜ。アカネさんの方の話は肩がついたってことでいいか、カスガ。ああ。じゃあ次は俺の用事だ。おっ。イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も、身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。答えろ。そうだイエスだ。そうか、てめえが、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃに仕上がったのか。許してくれ。ローマは死んだが、今からでも私の力を使って罪を取り消そう。金も払う。100万、1000万ドルだ。どうだ、これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。ふざけんな。金で俺の子供が帰ってくるのか。どこまで人をコケに仕上がる。おいてめえ、千歳の素性をつかんでたな。あいつに関わる情報を全部捨てろ。そんで全部忘れろ。それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか。誓う。情報は全て捨てるし後悔もしない。誓う。そうかい。まあ万が一誓いを破ってみろ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。それにこのいい写真もばらまいてやるよ。楽しみにしとけ。さあここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか富澤。本当はぶっ殺してやりてえけどよ、こいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。
かんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを、その恩を返しただけだ。一番といいお前といい、これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ俺は。おっとこまいじゃねえかトミー。気づくの遅えよバカ野郎。And that was the end of chapter 4 in the ghetto. Next chapter 5 gonna be Suspicious Mind. Wish you well. Thank you for watching. Like, comment, subscribe if you like it. See you in the next video.